おはようございます、磯丸です。磯丸の成り上がり回道録というわけです。ここ埼玉県にありますジャムフレンド日高店さんにやってまいりました。いやー遠い遠い。朝早くに起きて4時ぐらいに起きてですね、車でブーンと、まあ相変わらず僕は寝てるだけなんですけど、昨日がね鉄拳サードでボコボコにやられてしまって、もうメンタルもズタズタ、大丈夫かと思ってるんですけど、まあここジャムフレンド日高店、前来た時もなんかまあ結構出てたんで、それに僕も便乗できたらなと思ってます。で今日はねちょっと狙い台なんですけど、あるんですよ実は、まあ、神様言ったのかな、しかも悪い方の神様、ハーデス先生の方よ。でまあまあその理由なんですけど、前回まあ前の動画見てもらった方分かると思うんですけど、ハーデスの角付近がめっちゃ出とったんですよね。まあ、多分まあ外線30台あってハーデス10台なんですけど、なんか前回外線よりもハーデスの方が強かった気がしたんで、まあ、今日ちょっとハーデスかなと思ってまあ早く来たんですけど、まあもうお客さんも結構チラチラ並んでらっしゃるんで、まあ、僕も早く並びたいんですけど、でまあその前にとりあえず YouTube のコメント返しの方させていただきたいなというふうに思います。サイケイテンさん、あこれ前もこの人かな、ゲソ丸の負けっぷり毎回笑わせてもらってるよ、こんな負けてばっかでスロパチっていうところもよくやってんな、マジっぷりの面白さ全く伝わらんかったぞゲソ丸と。まあ言いたいことは一つ、ゲソ丸ってなんやっていうこと、まあそれ以外にまあそのマジっぷりの面白さが伝わらんかったっていうのは本当に申し訳ない。楽しさを伝えられやんなったら俺やってる意味ないんで、まあ次はちゃんと伝えられるように頑張ります。でもあの2分間は最高に楽しいです。次、なめこさん、コラボする前の磯丸くんの動画ってあるっていう話なんですけど、あります。スロパチ跡地っていうアカウントがあるんですけど、そこにあります。あの本当恥ずかしいんであまり見ないでもらいたいんですけど。次、西垣健吾さん、ライターってこんな金銭的に苦しいんや、金なくても打たなあかん、地獄。いやもうすごい言い方分かってくださってる。もうね途中でやめるわけにはいかないんですよね。なんでもう何万やろうが突っ込まなあかんと、もうやばいですよね。まあでもまあ前のギアスで勝った分がまだ残ってるんで、まあちょっとねあれ買って以来ちょっと生活水準ちょっと上がっちゃって、外食とかしまくっちゃって、ちょっとお金の方もちょっとそろそろピンチなんですけど、まあ今日はねそのお金をハーデス先生で稼げたらなというふうに思ってます。もちろん座れたら、座れやんかったら何を打つか決めてません。まあ外線かな、どっちかといえば。まあそんな感じで今日も一日楽しく笑顔で元気にみんなに楽しさを伝えられるように頑張ります。いきますぜ、キレキレの成り上がりよ、成り上がり垂直。通路からバーって通路からバーって行って、ここに前までハーデスがあったんですよ。それがこっちに行っちゃってるんで、ちょっと目立たないところに行っちゃってるんですよね。いやハーデス前と同じ位置やったらハーデスの角打ちたかったんですけど、わかんないです、入ってみるまでちょっとわかんないですね。です、なます。あ可愛い人や、いや凱旋の角取れんじゃん、よしシュート、凱旋の角行きます。ハーデス行こうと思ったけど凱旋角やったから角行きます。勝ったー、勝ったぜ。しかも見てドックよ、ドックの方よ、勝ったやろこれ。もう行きます。はい、じゃあ凱旋の方を打っていきたいなと思うんですけど、もう僕は正直勝利を確信しております。1台だけ傷が入ったことなんですよ。でこの角台と向こうの角台だけと、向こうの角と向こうの角、4つの角だけがこれなんですよ。6でしょ多分ね。前回もここにあったハーデスがめっちゃ出てたんで、もう今日は多分勝ちました。埼玉のうまいもん食って帰りますわ。もうほぼ勝てるような試合ですからね今日は。で始まる前に差し入れをなんと1,2,3と4,5と5個もいただきました。ありがとうございます。これもう100個いったんじゃない、まだあと1個か、あと2個、あと2個で100個いきます。やばい、これはいくぞ。ジャムフレンドで100個達成するかもしれないです。いやー勝ったわ。1個だけ傷入ってるゴッドっていうのに、まあいち早く気づいてしまって、あーあー勝ったなと。1個だけ傷入ってた、そらロークでしょ。ほら金だとかねゴッドとかね、そんなチャラついてもいらないんですよ。はい、俺そんなんじゃなくて普通の当たりで
永遠にベル18年ぐらい刺して出してやりますよ。はい、ゴッドとかね、アカナナとか、まあそんなの、まあ、ノンそんなギャルをみたいな、いらんねん。俺はベルの連チャンで出す男やから。まあ、コインぐらいもっと入れとけや。ほら、あ、違う、コインを入れてなかった理由はすぐ当たると思われてたから。つまり、もろたでくぞ、もろたで。99個目いただきました、ありがとうございます。リアルゴールドいただきました、ありがとうございます。やばい、次で100個や。記念すべき100個。3人目、早い、最速じゃないこれ。今何分、まだ打ち始めて35分ぐらいかな。現在時刻見えるかな、10時57分。4枚目、早いよ。5人目の選手行ってきます。俺一人だけゴッドゲームじゃなくてお金入れるゲームしてるみたいですわ。ようやくお待たせいたしました、998ゲーム見てもらっていいですかね。で、999ゲームリセットやったら次のレバーで決まると。じゃあいきます、リセットなら天井到達。1014ゲームおでこの色に注目、マジで。まあ見よう、信用演出。長いパターン、はい、ここね。まあまあ普通、オリンポス、まあリセット天井、通称オハテンっすね。まあいいや、投資が4万5000円。やべえ、今日は何も見せ場ないかもしれん。磯丸が天井行って終わりみたいな、クソ買いで終わっちゃうかも。よくねえわお前、こっちは4万5000円やられとんねん。349枚、こっから死活問題よ。ここは行こう、 V だ俺、 V で、 V、 V いけるやろお前、おるやろ。はい、はいはい、33V いけちゃうこれ。32ゲームまで回して名古屋帰ろう。帰ろう、もうギャラリーが一斉に帰ってった。お疲れ様です、名古屋帰ります。投資の方が4万5000円で回収が200枚ちょっとです。お疲れ様です。遊びに来てくれた方が無双一戦入れたみたいなんで解除します、開眼させます。ほんま最近めっちゃ外しまくってるんで、残り6ゲームや。いきます、はい、ちょっとマジプレッシャーがやばい。いけるよ、気持ち気持ち、 4% ぐらいあるから。ごめんなさい、ほんまにごめんなさい、ほんまにごめんなさい、ほんまにごめんなさい。逃げるか勝ち。いやもうマジで帰らなあかんわ。
やってもうた、これファン減ったぞ一人、くそ。いや現在時刻が、11時40分早いけどもういいだろう、すがすがしいわ逆に。おはてんで単発っていうなんかもう絵に描いたようなデフォルトパターンでね、もうええかなと。てかもういいだろう、帰ろう。もうだってスロット空き台ねえし、空いてる台帰るっきゃねえよ。車は車ねえじゃん、帰れねえじゃん。マジでガチな方でないじゃん。打つかじゃあ。でも打つ台なくなかったっすか。ありました、ないっすよね。ジャグラーもだってパンパンですから。はい、あ、凱旋天井単発食らったんでもういいかなと思って名古屋帰りましょう。ジャグラー打ちます。あのね、ちょっと遊び打ちしちゃって投資の方が5万8000円ぐらいいっちゃってるんですけど、久しぶりやな、マイジャグ触んの。現在532ゲームハマり。あ、さっき告知出たプレミアや。どうしよう、光らそうかな、揃えようかな。まあ光らそう。たまらんなおい。投資の方がちょうど6万。これビッグ今日一番の手玉ちゃう。ほんといろいろ打ってたんですよ、多分全部カットされるんですけど全然ダメで、あー才能ねえな俺とは思ってるんですけどね。はい、というわけで312枚獲得、ふーしびれる。そしてこっからよ、もう一回当てたら俺のターン。マイジャグはマジでジャグレンする。これはもうこのオカルトも信じて、もうみんな信じて、マジでかけてもいいよほんまに。100ゲーム以内に連チャンせんかったらどうなんでしょうか、万飯おごりますわ。ほらその代わりジャグレンしたらおごってくださいね。オカルタオカルタイエーイ、じゃねえよ。毎回8割は8割すごいね。俺まあ9割割るかな、9割はペカル。ずっと前に僕言ったかもしれないですけど、スロットって僕鏡やと思ってるんですよね。でやっぱりこれを覗き込んだら自分の心も見えてくるんちゃうかなっていつも思うんですよ。まあ覗き込んでもやっぱ何も見えないんですけど、薄暗く光る淡いゴーゴーランプの白い文字が見えるだけなんですけどね。それでもやっぱなんやろ、たまに鏡の中の、まあこれを心と例えるならばレバー叩いたら同時に光ってくれたりだとか、後から光ってくれたりだとか、やっぱり必ず光ってくれるんですよ。そうだから、だからこそ頑張れる。だからもう僕も輝ける日が来るんやと思いながら頑張れると
まあ、わけのわからんことを言ってごまかしてますけど100ゲーム超えましたまあでもね、本当に本当にスロットは鏡です。あー今日はあかんなー思ったら絶対ダメ、今日はいける、俺は何やってもいけるんやっていう気持ちで行ったら答えてくれるから、このデスピエロが。俺何回もこいつに泣かされてきましたけどね、埼玉来てよかったな、マイジャグ楽しかったなっつって車の中で笑いながら帰りたいっすよね。差し入れもいっぱい漏れたし、目標の100個到達できて、それが今日はもう一番嬉しい、何よりも嬉しい。天井単発ノン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 、打ち散らかしてお金散財ノン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 、目標1個達成できたこと、それなんて言うやろ、まあこの成り上がり回廊録としても嬉しいし、僕個人としても嬉しいんですよね。これまで僕この仕事するまでやっぱり漠然と生きてたことが多かったんですよ。漠然と生きてたけど何か一つ目標を掲げてそれに向かって頑張るっていうあるべき姿っていうんですかね、人間のやっぱ漠然と生きてるだけじゃ地球が回ってるだけなんですよね。じゃなくて俺が回すんやっていう気持ちで僕は生きてきたんですよ、この仕事始めてから。俺がこの業界変えてやるっていう気持ち、俺が成り上がってやる、のし上がってやる、そんな気持ちで始めたんですけど、まあそうなんていうの、目標を3つ掲げたうちの、うわー気持ちいい気持ちいい、目標を3つ掲げたうちの1つを、いい全然いい全然いい、1つを達成できた、これは本当に嬉しいこと。その嬉しいことと心がリンクして今光ってくれたんですよ、そういうことなんですよ。まあ、はたから見りゃ僕養分ですよ、やけどね養分の何が悪いって俺は思うわけなんですよ。楽しいからスロット打つ、それダメなんすか、はい、どうなんですか、ダメなんすか、いいですよね、そういいんですよ、もしかしたらこう設定じゃないかもなって思っても俺が楽しいからいいんだよ、そういう話なんですよ。スロットを楽しめなくなったら終わり、これツイッターでもよく言われてるんですけど、心から楽しまんと、それを思い出させてくれるマイジャグラー、マジ最高。光るたんびに俺の汚れ、まあ、やっぱりねストレスもたまらなくはない、たまるんですよやっぱり。それこそなんやろ、凱旋で線ハマって弾ばつくなったりしたらはぁって思うんすよね。それでも一回光ることに解除されるんすよ、汚れが。だから僕はジャグラーを打ってる限り魔女にはなんないっす、エピボン発動しないっす、裏ボも発動しない、なんせ汚れは浄化されますから。汚れ溜まったらみんな毎着打って浄化されるから、ハラハラでもいい、あのレバー音と同時に光る快感、脳汁、あれをやっぱりね辛い時はレバー叩いて思い出してほしい。ちなみにマイジャグラーのこれトラやないですか、リプレイ、これどういう意味かっつったら、リトライのトラス、サイはまあサイプレイのサイですね、アイムジャグラーとかサイじゃないですか。リスは、リス、違う俺多分せやと思うけどな、あれ違うかな、民間なんじゃない、いっちゃん感じるとこやと思うけどな。ペペレペペペバンバンバンペペレペペバンバンバンペペレペペバンバンバン、明日まだじゃない、明日まだだ、じゃあかかかかかあかかかかかか、全然似てへんし、させやんといて、もう何でもやっちゃうねんから。ジャグラーのマネもできんだ俺、ちなみに。で逆にツボなんで、ああああありがとうございます、またすいません、ありがとうございます、デカビタシーいただきました、もらってるやん、スタッフももらってます、せこいわ、せっかくなんでいただきましょう、ありがとうございます。いやほんまに差し入れもらうたびになんか
あ、成り上がり街道録やってよかったなって思います。人からなんかお願い頑張ってくださいみたいな言われることなかったんで、生きてきてすげえ嬉しい。なんかまあ本当言葉見つかんないんですけど、ほんまに嬉しい、心から嬉しい。本当目標の100個を達成できたことも嬉しいですし、一人一人くれた方みんな笑顔なんですよね。みんなスロット好きそうな顔してるんですよ。やっぱ俺笑顔でいてもらえるのが一番嬉しいんですよね。だからあー来てよかったな、楽しかったなって思ってほしいんですよ。本当にこれだけはマジで本当に感謝ですね。本当ありがとうございます。本当にもう本当に画面越しで申し訳ないですけどありがとうございます。その気持ちは本当に忘れたことないです。僕一人じゃ絶対ノルマなんか達成できないですし、もちろん、まあ、他の目標もね、僕一人の力じゃどうしようもない、みんなの力が必要なんですよ。だからこの成り上がり回廊録っていうのは僕一人が成り上がる物語じゃないんですよね。みんなと一緒に成り上がる物語。なんかちょっと臭いこと言ってますけど俺はそうやと思ってます。ハーネスの台打ち、あ、マジっすか、マジっすか。ちょっとハーネスの台打ち行ってきます。6000とかでもいいってことですか。最低3000、めっちゃ期待されてる頑張るぜ。じゃあ行きます、行きます、行きます、お願いします。3000ゲーム、まあ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 、こっから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 、はい、うわ、いった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 、レンダレンダレンダ、あーあー、3000、あーあー、いくぜー、あーらーらーおーらー、いくぞおーらー、まだ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 、おー、集中、気持ち気持ち、ごっつぁんです、ごっつぁんです、ごめんなさい、3000じゃないです、いや、マジすいません、あと、いいですか、いいですか、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。いや、3000まで行かなかったですけど、まあ頑張れたかなと思います。ありがとうございます、ありがとうございます。いいんですか、飲み物もらえるそうです。やらかしてもうた、今台打ちでハーネス打ったんですけど800乗せちゃいました。自分の時にやれやっちゅう話なんですけどね、すげえ言い方で3000ゲームでいいって言われたんですけど、まあ無理やろと、そんなもんけど、まあ800乗せるならもう上出来かなと思います。でそこで手紙だいただきました、ありがとうございます。おお、セクシー、気づいたらいかってな、ビッグ、いやー最高、たまらんっすわ。いやもう気づいたらいかってな感じのやつ、たまらんっす。総投資が63000、全然いける全然いける、
まあできれば1000枚ぐらいは流して終わりたいですよね。最高なのは3000枚まくること。 1G 連0ボーナスピックを10回、これはまあもう天文学的数字でしょうね。とりあえず僕にできることは少しでも負債を減らすこと、頑張ります。うわたまらんね今の。はい、あーくそーくっそノールック打法でいきますわ。光ったら言うてくださいね。見たいよ。おい、え、光ってるよ、光ってるよ。なんで言わへんねん、なんで言わへんねん。ちょっともうメダルもったいないことしたんで、このゲームで光った。あ、このゲーム、しかも白やからこれビッグじゃね。あ、あかんあかん、あ、やばいやばいやばい、一枚隠しやな。気持ちいい、能力ラフ使えるね。ここぞという時の能力。あと1回ぐらいはペカラしたいな。あと1回せめて100、あー、ジャグレーしてほしい、ものすごくしてほしい。あと50回転頼むわ、頼むわて、当てたいわて。埼玉まで来たんやから、ジャグレー1回ぐらいさせてよって言ったら、綺麗なリーチ目で取るね。これビッグやったらたまらんぞ。下手くそかで、惜しい、惜しかった惜しかった。お疲れ様です。ジャムフレンド日高店さんでの実践終了いたしまして、まあ僕自身の収支の方が、投資の方が6万5000円ですね。で回収の方が1万2500円と、まあ、大体5万ちょっと、5万2000円ぐらいマイナスと、すげえ悲しい、すげえ悲しいですけど、まあ1台目ゴッド打って、でゴッドの方にお客さんもわー行ったんで、多分狙いどころは間違ってなかった。で僕角座ったんですけど、角のゴッドだけなんか傷の入ってゴッド揃いしてて、全部の4つ角で、僕のやつは外れだったんですけど、多分外れかどうか分かんないですけどね、多分違ったんですけど、僕の反対側の後ろのやつが当たりっぽくて、わーってやったかと、しまったなっていう思いで、まあもう僕の台選びの下手くそさがわざわいしたかなと。まああとオキドキだとかマイジャグだとか、まあ絆もですね積んでたりして、まあ前回と同じぐらいの出玉を誇ってたかなと。まあ好き、いい店やなっていうふうに思いました。でね、もう本当に今日嬉しいことがありまして、目標なんと目標3つのうちの1つ、差し入れを100個いただくっていう生意気な目標なんですけど、それを本日ようやく突破することができました。ありがとうございます、ありがとうございます、本当にありがとうございます。もうこれはね、本当僕一人の力じゃどうしようもなかった。もう皆様の優しさとか、まあ、頑張れっていう気持ちがもうすごい伝わってきて、やっててよかったなって。本当にもうその目標一つ掲げてそれをクリアした時の達成感みたいなもの、まあ、本当に初めてですね、こんなに嬉しくなったのは、というかもう心が熱くなっているのは本当に嬉しい。ちょっと恥ずかしいんですけど、ちょっと硬い言葉なんですけどね、でも本当に感謝してます、本当にありがとうございました、本当にありがとうございます。まあ今日来てくださった方がみんな楽しく家に帰ってくれたらなって思いました。もういつもね、まあ今日だけじゃないです、本当いつも皆さん差し入れ本当にありがとうございます。本当に皆様のおかげで目標1つ突破できました。あと2つ、この2つも僕1人の力じゃどうしようもないです。皆様の力があってこそなんで、まあそのジャグラー打ってる時も言ってたんですけど、この目標3つっていうのは僕一人の力じゃなくて、みんなと僕の目標みたいな、なんていうんですかね、みんなで成り上がる、僕一人で成り上がってもしょうがない、みんなで成り上がる、そのことを忘れずに今からとりあえず名古屋へ帰りたいと思います。
ちょっと尻滅裂ですけど、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。もらったやつは家で差し入れコレクションしたいと思います。おい、すんねん、お前、これ。おい、